ナムサンコ用跡群、旧 a 号用、旧 b 号用、旧 c 号用、南山8号用、旧 a d 号用遺跡1、南山8号、旧 a d 号用は、愛知県瀬戸市にある遺跡。初期瀬戸用のナムサンコ用跡群に含まれる。瀬戸市南山口町の愛知県当時美術館、敷地内の駐車場に隣接する。資料館建設当初から、その存在は知られており、 駐車場の設置に伴い1991年に発掘調査が行われた。当初は8号用の実を展示保存とし、9号用は記録を取った上で駐車場下に埋没させる予定だったが、9号用の発掘調査で4機の釜体が非常に良好な状態で検出されたことから方針を転換、すべてが展示保存されることとなった。放置する出土品などから、 まず11世紀中央に9 d 号用が、続いて11世紀後期に8号用が蓄用され、13世紀後半になって9 a 号用、9 b 号用、9 c 号用の順に蓄用されて14世紀全用まで創業したと考えられている。すべてが掘り抜きの穴ぐらい用で、8号用、9 a 号、9 b 号用には、天井、壁面、文、 炎柱に複数回の補修の痕跡が残っていた。出土品の一部は愛知県当時美術館において常設展示されている。8号用の釜体正面。右下に向かう溝が排水口。旧 a 号用、旧 b 号用、旧 a 号用正面には分、炎柱が残る。旧 c 号用、髪型から見た、釜からだ。天井部は崩落で失われている。 東南東に滝口を設けており、残存長5.4メートル。天井部は崩落でほとんど失われている。小生室は残存長3.9メートル、最大幅2.4メートル。床面は上部に向かうほど急角度になっており最大45度。角度の緩い下方部床面に障大列が残存し、上部にも障大の痕跡が確認された。分け炎柱は、長径十一センチ。 単七72センチ、残存口45センチ。燃焼室は残存長1.2メートル、最大幅1.7メートル。滝口の最小幅が1.4メートルの大形状。全長5メートル、幅10センチの排水口が、滝口右側から前底部へ伸びる。東南に滝口を設けており、残存長7.5メートル。小生室は残存長6.1メートル。 最大幅2.6メートル、最大高位置。8メートル。床面の傾斜角は最大で約32度。床面の3分の2程度が失われており、床面下に敷かれていたと、おぼしき木炭の層などが確認された。分け炎柱は、長径89センチ、単径61センチ、残存口45センチ。 燃焼室は残存長1.4メートル、最大幅1.0メートルの長方形。旧英語用の右側3メートルほどに位置する。釜体の残存長7.9メートル。小生室は残存長5.9メートル、最大幅2.8メートル。床面の傾斜角は27度。天井の約2分の1が残存しており11世紀の末期磁器釜跡最大高位置。 4メートルを測る。分け炎柱は床面下に痕跡のみ残されており、築養当初は分、炎柱があったものの、後に分、炎柱を持たない構造で使用されていたと考えられている。燃焼室は残存長1.9メートル、幅0.9メートル。また、掘り平らされた床面の幅などから、沿道部を含めて10メートルを超える規模であったと推定されている。 QB 公用の北側約6.5メートルほどに位置する。釜体の残存長5.1メートル。小生室は残存長2.6メートルで、髪型がほとんど失われていた。最大幅は2.5メートル。床面の傾斜角は25度で、部分的に小台列が残存。分け炎柱は、長径73センチ、短径61センチで完全な状態で、検出された。 燃焼室は残存長1.8メートル、幅0.7メートル。すでに廃棄されていた q d 合用を壊して蓄養したと考えられている。q c 合用の前提部に位置しており、q c 合用を蓄養する際に釜体のほとんどが失われている。残存長1.8メートル、最大幅1.6メートル。そのうち小生室は長さ1.3メートル。 正大列が3列分残っており、床面の傾斜角は最大45度を測る。分け炎柱は規定部の痕跡のみ残存。出土した山茶碗については、瀬戸洋で無誘の製品が作られるようになった最初期のものと考えられている。また、碗のいくつかには、上、六といった陰国文字が確認されている。なお、東丸と、 弾き鍋片については後になってから混入した可能性が高いとしている。出土した山茶碗と小皿についてはその形状からそれぞれ3種類に分類されている。なお、海遊4耳つぼについては一旦焼かれた後に再び焼かれた痕跡があり、この窯で生産されたものではないと考えられるという。出土したのはいずれも海遊陶器であり、100大事様式に分類されるとしている。 ありがとうございます。